をしていただく、県の方もしていただく予定だったんですけど、今年中に再開できればいいんですけど、それちょっと分かりませんけど。17人の方が亡くなった熊本県球磨村では雨は断続的に降り続き、復旧作業は進んでおりません。現場から